皆さん、こんにちは。ゴミケイです。福島県三春町にあります国立環境研究所の福島支部というところで復興をお手伝いするための研究をしています。 さて、この動画のシリーズではですね、環境に関するいろんな話をしていきたいなと思っているんですけれども、まず、この番組全部で3回を予定しています。第3回目には皆さんからの質問に答えようと思っています。そこで質問なのですが、ツイッターにメンションしていただくか、あるいはこの番組のチャットでも受け付けていますので、ぜひそちらに書き込んでください。 さて今問題になっているコビッド19新型コロナウイルス感染症ですね。これとあの私が専門なのが地球環境特に地球温暖化なのでその関係を少し考えてみたいと思います。はいこちらの地図これは NASA が発表しているもので大気汚染の様子を表している地図です。この黄色とか赤いところが大気汚染がひどいところなのですがこの左の図が今年の1月右の図が 今年の2月ですこれを見ますとね2月から1月比べると随分減っているなというのがわかるかと思いますコロナウイルス感染症対策として経済活動を抑制した工場が操業を停止しているとか自動車があまり走っていないあるいは発電所が発電量を減らしているこういったことの結果として大気汚染は減っているようだというようなことが分かっています。 次に、温暖化対策の方が専門なので、二酸化炭素についても見てみましょう。そうすると、世界で経済活動を抑制したので、エネルギー消費量が減りました。このグラフは、1日、毎日の世界の二酸化炭素排出量を推計したものです。そうすると、どんどん増えてはきているんですけれども、この4月ぐらいにはストーンと減っていて、まあ大体2割ぐらいですかね、減っているということがわかります。 さて、ここだけ見るとでは、コロナウイルス感染症というのは地球温暖化対策にとっては良かったのだろうかというふうな疑問がちょっと浮かびます。私はそうは考えていません。こちらのグラフなのですが、これは2004年から2018年の再生可能エネルギーへの投資の金額を表しています。 そうすると2004年からどん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 投資金額ぐんぐん増えているんですけれども2008年まで増えたあと2009年にポコッとちょっと頭打ちになっていますこれはリーマンショックというやつですねそれで環境への投資も減っっっててしままたかかからではなないかといいととううようなことが分かっていますさてですので今回もコロナウイルス感染症対策で経済が悪くなるそうすると環境対策への投資も滞ってしまうのではないかというような心配がされています で実際にですね風力発電や太陽光発電でその必要な部品を作る工場が操業を停止してしまってで予定していたとおりに建設ができないといったようなことが起きているということも報告されていますで,ではもう少し具体的に考えていきたいと思いますここででキーワーーーワドドはシナジーとトレードオフです。 シナジーというのは、日本語では相乗効果、あるいは一石二鳥なんかにも、とども言いますが、何かにいいことをすると、他の何かにもいいことがある。というやつですね。例えば、省エネルギー型のエアコンを買う。そうすると、ご家庭にとっては省エネルギーなので電気代が節約できるし、温暖化対策にもなる。これがシナジー。トレードオフはその反対です。日本語では二律背反とちょっと難しい言葉で言ったりしますが、あちらを立てると、こちらが立たない。 といった関係これをトレードオフと言います例えばですねあの美味しいものをたくさん食べる美味しい幸せだハッピーだなのですがそうすると太ってしまうこれがトレードオフですさてでは感染症対策と温暖化対策の間でシナジーやトレードオフどんなものがあるかというのを考えていきたいと思います。 少し分かっていることがありますまだまだ始まったばっかりなんですけれどまずシナジーから考えていきましょうこちらこのグラフはですねすごい勢いでぐん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 増えているんですけれども今年についいてて言えばカクンと減っていますこれはまだ予測なのですが35%から65%ぐらいは減ってしまうのではないかというふうに言われています さて、これは数なんですけれども二酸化炭素排出量を見てみましょうこれは飛行機の二酸化炭素排出量この青い矢印のところがこれ現在ですなのでそこから先は予測なんですがぐん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 増えていてですね2050年頃には今の3倍ぐらいになってしまうのではないかというふうに考えられていました。 なので、ではこれがコロナウイルス感染症対策でどうなるかまだ分かりませんが、これによって人が飛行機に乗る量が減る、減ったとするとこれは温暖化対策にも効果があるということになります。もう一つテレワーク、テレワークをすることで省エネになるのではないかというような考えがあります。ところがね話はそんなに単純ではなくてですね、あの通勤をしない分確かに移動のエネルギーは減るんですが。 その分通信をするんですよね。なので ICT 機器が使うエネルギーが増えます。で、職場で使うエネルギーは減ります。 出勤する人が減るので。なんですが、えー、家庭で使うエネルギーは増えてしまいます、えー。テレワークをされているご家庭では結構もう感じていらっしゃるのではないかと思うんですけれど、あの、まあ、私自身もテレワークしてるんですが、あの、えー、家庭で使う冷暖房が増えるとか、電気代が増えるとか、ね、えー、っていったようなことですね。では、これらを合計すると全体ではどうなるでしょうか。はい、えー、こちらに少し前の例なのですが、アメリカでその計算をした例があります。 一番左端の青い棒、これに対してですね交通が減る分でストンと減りましてまたオフィスで使うエネルギーがどんどん減っていってかなり減るなんですがそこから今度家庭で使う分を足していくとですね最終的にはこの右端の青い棒ぐらいの二酸化炭素排出量になります。 で、減った分がこれだけということになるのですが、なので、そんなにものすごく減るかというとそうでもなくて2割ぐらいなんですね。なので、これ、いろいろな条件が違うとまた変わってきます。例えば、通勤を自動車で遠いところから通勤している場合には結構減るかもしれません。なのですが、例えば東京都市圏のように多くの方が公共交通機関で通勤をしていて、しかも日中もともと家に誰もいなかった。 とといいううよななご家庭ですそ、まあ、そもそも公共交通機関はあまり二酸化炭素を出さないだけど今まで誰もいなかった家に人がいるということでそちらでたくさんエネルギーを使うそうするとあまり効果はないかもしれませんこれまだ合計でどうなるかというのは本当はやってみないと分かりませんがただどちらかというと減る方になるのではないかなと今のところ私は考えています。 さてこれが温暖化対策と感染症対策のシナジーの例でしたもう一つトレードオフについてこれまだあまりよく分かっていないのですが一つあるかもしれないなと考えているのが密です3密の回避ということで人と人との距離を長く取りましょうということをあちこちでしていますそうすると例えば会議室で今までよりも広い会議室を使う あるいは今までと同じ大きさの会議室だけど少数の人しかいないとなると同じ人数なのに今までよりも空調であるとかエアコンですねとか照明のをたくさん使うということになるかもしれません。これはトレードオフの例とということができますそうするとじゃあどうしなければいけないかというと地球温暖化対策の観点でいうと これまでもオフィスや会議室それから学校などでの省エネルギー対策が重要になるということが言えるかと思います。<music> さてシナジーとトレードオフという観点から今の新型コロナウイルス感染症対策と温暖化対策の関係を考えてみました。 さて、えー、では今回第1回はこれぐらいにいたしましょう。第に回でまたお会いしましょう。ごきげんよう。